どうも、田中でございます。皆さん、スパイダーマンご存知ですか？映画で見たことありますよ、という方が多くを占めるんじゃないでしょうか。ソニーピクチャーの方で、サムライ版のスパイダーマンが3作品、アメイジングスパイダーマンが2作品、そして去年公開されたホームカミング1作品の合計6作品映画公開されていますので、それだけ僕たちの目に留まる機会も多かった作品だと思います。今回はそんなスパイダーマンの漫画作品の方を紹介させてもらいたく思います。それにあたってスパイダーマンの説明の方を今更ながら少しさせてもらいたく思います。もういいよという方も多いと思うんですけども、少々お時間頂戴したく思います。はい。では話します。スパイダーマンはアメリカのマーベルコミックス社という出版社の方で、原作スタンリー、作画をスティーブ・ディッコが担当して生み出されたスーパーヒーローなんですね。スパイダーマンの本名はピーター・パーカーという10代の青年。ピーター・パーカーがある時、放射能に汚染された蜘蛛に腕を噛まれることによって、その蜘蛛の特殊能力を手に入れて、スパイダーマンに変身する。そして自分の住んでる街でちょっとずついいことをして、みんなからあなたの親愛なる隣人と言われるようなヒーローになっていくわけですね。そんなみんなから愛されるヒーロー、スパイダーマンなんですけども、実は非常に悲劇的なヒーローであるということでもおなじみです。青年ピーター・パーカーは物心つく前から両親は行方不明。おじとおばに育てられます。そのおじとおばのうちのおじの方がある時、暴漢に襲われて死んでしまっておば市長に育てられる。そんなピーター・パーカーにもある時春がやってきて、グウェン・ステイシーという女の子と付き合うことになる。そんなグウェン・ステイシーのお父さんは警察の方で非常に二人の仲をよく思っていないんだけども、二人の仲はどんどん深まっていく。そんな中、スパイダーマンがあるヴィランと戦っている最中に、グウェン・ステイシーが命を落としてしまう。そしてその父であるグウェン・ステイシーのお父さんも同じくその事件で命を落としてしまう。スパイダーマンの周りの人々はみんな不幸になっていく。これがスパイダーマンが悲劇的なヒーローと言われるゆえんなんですね。そんなスパイダーマンはどんどん腑に落ちていきそうなんだけども、どうにかこうにかまた明るい未来へと進んでいく青年ピーター・パーカーがみんなの親愛なる隣人としてまた輝きをね見せていくのが原作のスパイダーマン。そして今回紹介するのが2本で出版されたスパイダーマンということなんですけども、まあこのねスパイダーマンがね面白いんですね。この悲劇的なヒーロースパイダーマンという部分をそのまま引き継ぎつつ、もうどうしようもないぐらい救いのないヒーロースパイダーマンになっていきます。先ほど言った内容で言えば、スパイダーマン悲劇的やったけども、最終的にはみんなの愛される隣人としてね、どんどんまたいい青年として可愛がられるわけなんですけども、ここに出てくるスパイダーマンは誰からも愛されない。みんなにもう和役者にされて終わるという、本当にね、悲劇しかないスパイダーマンなんですね。このスパイダーマン本当面白いんでね、今からはこのスパイダーマンのお話をさせてもらおうと思います。はい。そんな癖の強いスパイダーマンの方ですね、講談社の方で月刊別冊少年マガジン1970年1月号から1971年9月号まで連載していたわけですね。ストーリーの方を平井和正、作画を池上良一で迎えたこのスパイダーマンが、先ほど言ったように非常に暗い作品なんですね。1970年代というものをすごい象徴するような作品でもあったと思います。そして特徴的なのがこのバーッと表紙見てもらったらわかるように、池上良一だけクレジットされているのと、ストーリーに平井和正がいる表紙と2種類ありますよね。これインジゴをミスってるんじゃないんですよ。実際に平井和正が担当していた時だけちゃんとクレジットされていて、平井和正が担当していない、手をつけていないのはもう池上良一だけがクレジットされてるんですね。つまりどういうことなのかというと、池上良一だけの作品と平井和正が手こ入れした作品があるということなんですね。
当時のスパイダーマンがどれぐらいの人気だったのかちょっと僕もわからないんですけども、平井和正が来ることによって、非常にグロテスクで、もう救いのないスパイダーマン、そして格闘シーンほぼないというね、そんなスパイダーマンがどんどん出来上がっていくんですよ。それがね、面白い。なんて悲しいんだと。自分がスパイダーマンという特殊能力を持つことによって、みんなからチヤホヤされたりとか、みんなの注目を浴びようともするんだけども、そんなことをする結果、誰か不幸が起こってしまう。誰かに不幸が起こってしまう。そして、自分が変身しないでおこうと思ったら、スパイダーマンがいたらきっと助けれる事件を、スパイダーマンが助けなかった、あいつが悪だと、みんなが罵られるというね、どっちに転んでもスパイダーマンが正義になることはない。自分の力を持て余して、自分の力に振り回されて、結局、ズタボロにされてしまう。そんなスパイダーマンをバーンと描いたわけですよ。その力の源はこの平井和正のストーリーにあると言って過言ではない。そんな悶々としたうつぼすなストーリーを作っている平井和正は一体どんなやつなんだということで、そこら辺も話していこうと思います。平井和正、こちらの方 SF 小説家でおなじみでございますね。ウルフガイと言ったら幾分かの人は知ってるんじゃないでしょうか。このシリーズが有名でございます。他にも平井和正スパイダーマン以外にも漫画のストーリーやと原作とかも書いています。例えば桑田二郎とタッグを組んだエイトマンだとか、石森章太郎と同じ原作で作った幻魔大戦とかね、ここら辺も有名ですよね。でもそんな漫画原作ストーリーを書いていたのはこのスパイダーマンまで、つまり1970年から71年までであると。これ以降は平井和正書いてません。なぜですかというと、平井和正は漫画原作というものをすごい嫌っていた。なんで小説家、しかも SF 小説家にもあるにもかかわらず、なんで下劣でチープな漫画原作なんて書かなきゃいけないんだというすごい気持ちがあったんですよ。1970年と言ったらやっぱり漫画は全然下の方に見られてましたから、劇画で池上良一の絵が上手いってあったとしても、やっぱ平井和正からしたら SF 小説家というプライドが高かった。それにもかかわらずスパイダーマンというね、要はSF としても非常にチープなヒーローじゃないですか。その放射能の雲に噛まれてスパイダーマンになりましたって、そんなバカな話なんですけども、そんな作品も平井和正仕事として受けて書いてます。なんでですかと。そんなプライドも高く、自分自身で唯我独尊なんだ、それが俺たち作家なんだと、すごい豪語しているにもかかわらず、なぜ書いたんだというと、この1970年代、正確には1969年のある時期から出版業界から干されてたんですね。それはなぜなのか。有名な狼男だよ改ざん事件という事件があります。これが先ほど言ったウルフガイの第1話、要はプロットになるわけなんですけども、この作品を書いて出版社のに持っていきました。するとそこの出版社の方で、786箇所改ざんされたんですね。その出版社というのは、学習研究者という親会社を持つ、立風書房というところなんですけども、ここの編集者が勝手にそれだけ改ざんした、言葉尻だとか文章を改ざんしたわけですね。そこで平井和正はバトルすることになり、弁護士を呼んで、そして、その狼だよを出版できるようになるんですけども、それを皮切りにソース感、干されるというのが、平井和正冬の時代になるわけです。そんな中で平井和正にパッとね、手を差し伸べて漫画ストーリー書いてくれよと言ったのが、この月刊別冊少年マガジンの編集長であった内田勝なわけですね。この内田勝というのは、週刊少年マガジン三代目の編集長にして、週刊少年マガジンを黒字にまで持ち上げた男でございます。他にも有名どころで言いますと、梶原一騎を漫画原作者として確立させたのもこの内田勝でございます。さらに墓場鬼太郎をテレビアニメ化しましょうという企画が来た時に、そのままの名前じゃちょっと困りますと言われたので、墓場の鬼太郎をゲゲゲの鬼太郎に改変したのもこの内田勝のアイデアでございます。はい。こういうね、いろんなところにアイデアと行動力を持っている内田勝という、まあ、凄腕敏腕編集者に頼む、ぜひとも書いてくれと平井和正言われて、そして平井和正、本当はやりたくないけども、もう冷や飯食ってますしね、内田さんにはちょっとわかりましたということで書くことになるわけですね。
さあ、そんな、平井和正なんですけども、結局そんなうつぼとした作品を書く。でも、このスパイダーマンという作品があったからこそ、その後の、ウルフガイの原型になる話もしっかりありますし、その前のエイトマンの原型になる話もいくつかあるんですよ。つまり、このスパイダーマンは平井和正にとっての完全なるターニングポイントとしての作品であると。いうことで、非常に SF 色、そして時代、大阪万博があって、世界が、若者たちがヒッピー状態になったりもしている、そんな時代を、ソース感されて、干されている平井和正という心理描写を、思い浮かべた上で読んでいくと非常によくわかる内容になっています。25連発の時に僕スパイダーマンをルパン三世カリオストロの城みたいなもんだという例えをしました。ルパン三世とカリオストロの宮崎駿のルパンは全然違うもんですよというふうな説明したんですけども、実際にはワンピースの映画の方ですね。ワンピースで細田守さんが監督を担当したお祭り男爵と秘密の島という作品があるんですけども、この作品とよく似てます。当時、細田守は業界から干されていた中で、そういった東映の方でね、ワンピースで映画してくださいということで依頼を受けて、そして書いたら信じられないぐらいグロテスクなワンピースができたわけですね。未だかつてあんなに見ていて苦しいワンピースのキャラクターなんて見たことない。あれはまさに細田守の心理描写。細田守 120% のグロテスクさがあったわけです。なので、細田守の本当の心理描写見たかったら、お祭り男爵と秘密と島、これを見るべきであるというぐらいに、あれが細田守の完全なるターニングポイントにして、グロテスク作品、もう本当にうつぼとした部分を映し出している作品なんですね。それがこの平井和正でいうスパイダーマンであるということです。まあ、本当に、えぐいですね。この、イゲカミ良一だけクレジットされている作品では、ちゃんとスパイダーマンのヴィランも出てきます。リザードや、エレクトロ。ここら辺が出てくるんですよ。でも、平井和正がクレジットされている作品には出てこない。本当に、これ、日本の怪物やんみたいなやつだとか、ちゃん、不良やんっていう、だけのやつとか出てくるんですね。さらに、イゲカミ良一が、だけがクレジットされてるやつは、一応バトルシーンを多めに書いてます。剣道をしているやつと、なんかリンチされたけども、まあそれをやり返したりとか、なんかいろいろとね、怪物とかそういったヴィランが出てこなくてもできるだけバトルは入れようとしてるんですよ。それに対して平井和正はですね、バトルをそんなに入れない。まあカーレーシングとかそんなことを入れるんですね。あるいは全然関係のない、バトルないまま終わらせるとかいうのもバンバン作っていきます。じゃあ一体どういったシーンに、疾走感とか悲しみとかいっぱいあるのっていうと、もうその超能力スパイダーマンになってしまったゴーみたいなところでぐーっとね、スパイダーマンの顔がいっぱい浮かんできて、それに悩むスパイダーマンこと小森優なわけですね。ちょっと紹介遅れましたけども、このスパイダーマン、日本のスパイダーマンの主人公は小森優という名前なんですね。で、先ほど言ったグウェン・ステイシー、悲劇のヒロインの役目を、白石ルミ子が担当するんですけども、もうこの白石ルミ子がですね、非常に悲しい死に方するんですよ。このスパイダーマンこと小森優とメルトモなわけですね。まあ当時言ったらまあ手紙友達なんですけども、そんなメルトモだったけども東京に上京してくる、もともと北海道にいたのに上京してきて、ゴーゴー喫茶というところで働いている。まあゴーゴー喫茶どんなところなのか調べてみますと、要はディスコなわけですね。ディスコで喫茶店、そんなもう踊り狂うところで若者たちが夜な夜なずっと遊んでいる、それは不良行為である、それはもう社会として認められないよというような冷たい目を向けられるところである。そんから給料はそこそこいいよと。だからそこで働かざるを得なかった状況したてのルミ子。で、そんな中、ある時、いたずらされそうになる。車の中に引きずり込まれて、バーッと服を脱がされて危ないってところで、車がパーッと突っ込んできて、バーンとぶつかる。そして、ルミ子は入院する。その、ぶつかった相手をスパイダーマンがやり返すまでがあるんですけども、その後、事件解決するまでに、ルミ子死にます。死んでる。グウェン・ステイシーよりも悲しい死に方。こんなあっけなく、そして悲しい死に方。見たことないよというような死に方をしている。これがね、本当に平井和正の、なんかいろんな心情が混ざってね、悲しみしか生んでなくて、もう、
見てて面白いけど悲しいよというこれですね。本当に業が混ざっていて、で、その時代感とかがね、いろんなところで平井和正の干された感っていう、ガーッと煮えたぎらない気持ちをね、反映されてます。それゆえに、作家性の濃い物語になってるんですよ。オムニバス形式。前までそんなキャラじゃなかったのに、次の時にはなんか全然普通の学校に戻ってるとか、よくあるんですね。そこもまあ、なかなか面白いところでございます。さあ。そんな、スパイダーマンなんですけども、最後にですね、こちらの表紙見てもらった時にですね、どれぐらいの方が、お、あれって思ったところでしょうか。実はこの表紙ですね、池上良一が書いてるわけじゃないんですよ。書かれてるのはですね、そう、大来のりよし。書かれてるんですね。大来のりよし、誰ですかという方もおられるかもしれないんですけども、大来のりよしといえばですね、スターウォーズ帝国の逆襲のポスターイラストを描かれた方でおなじみですよね。他にも、平成ゴジラシリーズの映画のポスターも、大来のりよしがバーッと描かれている。本当に、希代のイラストレーター、大来のりよしというところなんですけども、その大来のりよしが、バーンとこうでね、表紙を書いてくれてるので、もう本当にかっこいいスパイダーマン。この枯れたバラをね、右手に持つ、こんなスパイダーマンが似合うのは日本のストーリー、平井和正作画を池上良一が担当し、表紙を大来のりよしが書かれた、このスパイダーマンしかないと言っていいと思いますね。はい。これがまあ日本のスパイダーマンであり、まあなぜこんな作品になったのかというね、経緯でございますね。本当に悲劇しか残ってないし、何の救いもない話ばかりなんですけども、そこがですね、面白いところであり、その、箇所箇所でね、若者たちのどうしようもない感情、方向というものがあるわけですね。つまり、どうしようもないので時代をさまようしかないと。まあ今も、まあ時代さまようわけなんですけども、さまよい方の絶望感が違うんですね。今よく議論されているのは昔の若者はすごい未来が明るくてよかったって言うんですけども、ここで描かれている姿を見るとですね、1970年といったらもう今から50年ほど前なんですけども、非常に暗いです。明るいけどもそんな明るい若者たちに絶望する若者たちもたくさんいたということでね、なかなかしっかりとね分かれていたわけですね。はい、こんなね、スパイダーマンが面白いというところです。こんなって言っちゃったよ。こんなじゃない。このスパイダーマンがすごい面白いということで紹介されてもらいました。ほんとね、平井和正ターニングポイント作品にして、池上良一のスパイダーマンが実はこんな面白かったんだなって4まで気づかなかったですね。はい。知らなかったらこんな面白いなんて。ぜひともね、興味ある方は読んでください。これ本当に面白いです。先ほど言ったお祭り男爵のワンピースの映画と同じくしてね、ここまで5を出すかというぐらい出してますからね。はい、ということで、今回紹介されてもらったのはストーリー平井和正、作画池上良一のスパイダーマンでございました。はい、ということで本日はこの辺で、まったねー。最後にちょっとした余談なんですけども、こちらのストーリーの平井和正さんの心の声というかね、この作品を書くにあたってこんなことを思ってましたという文章が、2巻、4巻、6巻の巻末にブワー書かれてます。そこにいかにスパイダーマンを書きたくなかったのか、なぜ漫画原作なんて書かなくちゃいけないんだよって思ってたのか、俺は本当に唯我独尊なんだっていうことをブワー叫んでいて、本当に、この狼男だよ改ざん事件でこんなことになるなんてみたいな、それまでかなりいい感じにステップアップしていて、これで俺も一人前ってところの手前でバーンとなったから、クワーっていう気持ちがあった。そんな中でいただいたスパイダーマン、もう本当にチープでやりたくないと思いながらも、根が真面目だからしっかり面白い作品作っちゃったよっていうところも込みでね、平井和正さん憎めないねと思うところがねあったりします。さらに巻末は平井和正だけじゃなく、迷子を必ず小野光生さんがスパイダーマンの補足説明いっぱいしてくれてます。これがまた面白いんですね。だからこれはスパイダーマン原作者向けでもあるし、そして日本オリジナルのスパイダーマンを楽しむための作品でもあるしっていうところですね。
って平井一正がなぜこんなスパイダーマンにしたのかということもね、一応巻末に書かれてるんですよ。ざっくりと一言だけで言わせてもらうと、もうスパイダーマンを殺すって思ったらしいです。もう俺は殺す。もう原作者、スタンリーが見たら、もうひっくり返るようなことしてしまえと。もう、こんなスパイダーマン、今までお前ら見たことないだろう。なぜなら俺がスパイダーマンをもう殺すしかない。こうしなければ俺の作家性を出せない。そしてスパイダーマンの手こ入れができないんだっていうことを、巻末で書いてます。ぜひとも読んで、すごいから。本当に読んだら確かに、もう僕たちが知ってるスパイダーマンは死んどると思いますからね。最高やで、それほんまに。いやー、でもね、そこまでして作家性出さなきゃいけないんだって思うところが、なんか、かっこいいなと思う部分もないわけじゃないんですよ。それはね、やっぱ、読んでもらったら、ここまでしてもらったら、やっぱなんかすげーなと思える作品です。僕は今までスパイダーマンという作品、原作もそんな面白いと思う作品なかったけども、この平井一正、池上良一のスパイダーマンはしっかりと傑作だったと言える面白い作品でございました。ぜひとも読んでみてほしいので、概要欄の、下の概要欄の方に URL 貼っときます。このタイプ、3コミック版じゃないけども貼っときますんで、そちらの方からでもぜひとも読んでもらえたらと思う次第でございます。じゃあねー。